平中物語は平安時代に成立した歌物語。作者や成立年は不詳。主人公の平中は平安時代中期の歌人平貞文を指す。作品末尾の段に富野浩二殿の右大臣殿となり、藤原秋田だが右大臣となった960年から彼が死んだ965年までの6年間に原型がなったと推定される。ただし、 敬語法の違いから、松田以外の成立は960年よりもかなり早いと推定される。今井玄恵は、平定文存命中に定文集がなり、その後の編集を経て成立したものと述べた。対して、メカダ作王は、平定文の自作説を説いた。159種の和歌を含む、全39段の和歌説話からなる。作中の和歌のうち、99種は、 平ラ・文の作である。伊勢物語と同様、統一的な主人公が登場し、恋物語が大多数を占める。一方、伊勢物語は、有原の成平の実像を超えた虚構や家宅が多く、見られるのに対して、平中物語は、平ラ・文の実像を超えておらず、内容も恋の嘆きや諦めといった、消極性が強い。ここ無は歌集や、 伊勢物語に対するパロディと思われる部分も存在する。伊勢物語に比べて自分が多いとも言われる。この物語の伝言は現在、聖華道文庫の所蔵である、平中物語と題された伝令税、ためすけ筆本しかなく、現在の印刷本はいずれも同社本を定本にしている。中世には、違本が存在したようである。文章は、古本という性質上、古脱や 文章間の飛躍が多く、非常に難解である。短文の連続で、テンポが速く、軽快なリズムがあるとも評される。ありがとうございます。